とことんとこいとうとアシスタントマックちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は8月の9日月曜日になりますね。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアラルイエーイ。炎天下でもバラ作業頑張ったことがあるあるありますよね。ロザリアンなら今日やりたかったこと、もう朝から今日は雨が降っていたので早朝作業することができませんでした。台風の影響でものすごい雨でした。それなのでもう今朝の9時ですけども、すごい日差しが強いですけど頑張って作業やっていこうと思いますよ。今日の作業はウルオンプランターへの植え替えという動画です。なかなかエンジョイインローズガーデンちっちゃいさんにご紹介していただいたウルオンプランターの調子がいいので、ちょっと随時そちらに変更していこうと思いますよ。はい、それなんでそのウルオンプランターに植え替えの動画と、あとは香りのバラ今日もちょっとだけ咲いてくれておりますので、そちらカットして最後楽しんでいこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのウルオンプランター、植え付けたこちらのラブロッシュとこちらのダブルデライト、とてもいい感じで成長してますので、ウルオンプランターなかなかいいなと思いましたよ。それなんでちょっとずつウルオンプランターに変更していこうと思います。はい、ではでは頑張ってやってこうね、ピーちゃん。うん、やってこいやってこう。こちらのウルオンプランター2つありますので、こちらを2株ずつこうして植え付けていこうと思います。こんな感じで足がついてるんですよ。面白いですよね。そしては赤玉土ですね。雨が降ってきました。気持ちいいですね。赤玉土気持ちいいです。入るようにしていきます。キュッキュッキュッ、よいしょよいしょよいしょ、映ってるかな、よし。
な感じでやっていきましょう。よいしょ。カニ卵を産みつけられないようにスポンジを詰めてますよ、僕は。はい、ではでは今日も香りのバラカットして終わっていきましょう。こちら、アンドレ、綺麗に咲いてくれましたよ。そして、なんとなんとこちら、オスカルですね。綺麗に咲いてくれました。そして今日はローズポンパドゥールも綺麗です。せせらぎも咲いてくれましたよ。クロードモネも小さく可愛く咲いてくれました。デュアルマネも可愛く咲いてくれましたよ。シャンテロゼミサトもいいですね。カオルノも綺麗に咲いてくれてますよ。今日も綺麗に咲いてくれたね、クーちゃん。よかったね、トコさん。この雨がザーザー降る。いや、見間を縫ってカットしてきましたよ。スカルとアンドレ、綺麗に咲いてくれました。同時に、はい、この2人を祝福するように香りのバラたち綺麗に咲いてくれましたよ。いかがでしょうか。はい、まずこの今日はオスカル、あー、気品のある甘くて爽やかな良い香り。そしてこちらのアンドレ、黄色いバラ独特の爽やかな香り、はあ、そしてこちらのせせらぎ、はあ、ブルーのバラ独特の良いブルーの香り。そしてこちらですね、ジョセフィン・ブルースもちょっと小さめですけども、ダマスクのいい香り。花びらちょっと少ないですけども、香りは変わりません。そしてこちら、あー、甘くてスパイシー、うー、最高最高。あー、シャンテロゼミサトは相変わらず綺麗に咲いてくれますよね。そしてこちら、デュアルマネ、あ、
爽やかで甘いです。この絞りのバラ本当綺麗ですよね。はい、そして今日は最後にクロードモネ。甘くて爽やか、この子も絞りのバラですけども、今日はほとんどピンクで咲いてくれましたよ、小さめに。あー、いい香りです。もうまさに、はあ、香りのバラのフランス革命や、フランス革命や。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。雨の降る中、ウルオンプランターに植え付けという動画でしたけども、なかなかウルオンプランター調子がいいので、あちらに変更するともうちょっとバラが上手に育ってくれるかなと思って、雨の中頑張りましたよ。日差しが強かったですけども、雨で涼しく作業することができました。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。アンドレ、私をだけ、オスカル。はい、これが分かった方は相当のビルサユのバラ好き。